Great Adventure of Nasty! ナスティの大冒険 YouTube 版。一般人のナスティはどうしてテレビに出演することになったのか、その秘密を大公開。すべてはここから始まった。12月23日6日目。これはですね、私たちはそのジャングルの方に入場ができる、この清川市は色なんですね。また途中に襲われる可能性ありますか？いや、それは僕は足りません。ここでマチェーテを持った元先住民の男に遭遇し、スカウトに成功。昨日仲間に加わったダビッドさんの紹介で別のアワフン族の村へ車で1時間かかった。ここはナランヒーヨという場所。原始的な生活を送る集落へのもう一つの入り口。すごい、でもバイクタクシー乗ってきてます。本当だ、すげえな。あの船乗り物に乗り物乗して渡れんのハマるべあれ。船で川を越えて森の中へ。今回の部族は川沿いではなく森の部族だ。動物いますかね、山の中。5時間ぐらい歩けばいろんな動物がいるよ。ヘリもいます。ヘリアナコンダもちろんいるさ。3m50cm から4mはある。それでも全然小さい方だ。山の中に入っていけばいるよ。ここからはバイクタクシーで移動。うわ、山だ。山だ。いよいよ通過感じがするな。あ、もうだんだん道がもうなくなってきたな。そろそろいよいよ限界だな。お、豚だ。お、豚。いよいよ豚だ。豚だ。もう歩きてんだけど。道やべえよこれ。走ること30分。ここから徒歩で山を越える。早速こんな生き物が。七節です。七節。これは珍しいですよ本当に。多分日本で普通に売ったら5万ぐらいになるやつです。マジで？こういうのすごい匂いしますねこれ。くせえ。あ、くっさ。これはすごいですよ。でも絶対日本では見れないですよ。びっくりした。びっくりした。あ、これビビるわな。いや嘘だろ。馬か。違うよ。こいつはムラって言うんだ。ロバが強いですよ。馬は強いけど、こういうところも登ったり運搬するのは弱いから。馬とロバの間できたムラ、スペイン語。運搬するために足が強い動物。あれ強いんですか？あれは強い。ぶつけても転びにくいんですよ。転ばない。乗っても OK。あ、バナナじゃないですかあれ。あ、本当バナナって。本当だ。これ大きくなるわ。これなる。これ赤ちゃん。バナナ赤ちゃん。この白いのはバナナの花だよ。こいつは食べられるんだ。で、こいつ食えるんですか？美味しいから食べてみなよ。彼はスタッフに勧めてきた。おお、え、うわ、何これ。うわ、すごい。どうした。葉っぱ切ってる。びっくり。俺こういう虫かと思ったらアリが運んでんだ。向こうから全部あれ。おお、すげえ。何これ。この葉っぱから全部切られてますね。あそこずっとツタを歩ってる。うわ、すごい。なんだこれ。こんなとこに住めんのかな。しかし明日クリスマスだよな。なんでこんなペルーの山奥でクリスマス迎えなきゃいけねえんだよ。最悪だな。38年間で過去最悪だな。日が暮れてきたので今日は森の中でキャンプ。ここ道しかねえべやこれ。今は雑草だらけでとても汚いけど、全部きれいに刈れば快適に過ごせるよ。マジか。すごい距離やってきますね。すっげえ、日本の草刈り距離早いんじゃないの。思った以上の速さ。すごい速い。うわ。いや、信じらんない。すごいよ。本当信じらんないスピードですね。すげえ。見たことないですよ。え？あ、ほうき代わりだ。すげえな。わずか10分で。うわ、また負けないの。うわ。すごい。ああ、これも一発。うわ。いや、開けたな。約20分ちぎってましたからね。一人でやったからね、しかもね、休みなし。最強のビフォーアフターだよこれ。腕とかは痛くないですか？全然痛くないよ。こんなの朝飯前さ。そして意外な経歴を持つ方をコックとしてスカウト。普段はどっかでお店やってるんですか？僕の職業かい？普段はバスの運転手をしているよ。ヘルシー。この山の中で先住民の方はどんな暮らしをしているのか興味は尽きない。そして明日はクリスマスイブ、お祝いをするのか、お正月はお祝いをするのか、この山奥で暮らし続ける理由を聞いてみたい。深夜2時、篠原くんがこんな虫を発見。これガかな？これガですね。日本で見たらでかいなってなるよね。あ、もう大丈夫寝てる。はい。時間考えよう。ちょっと。12月24日、7日目、クリスマスイブ。夜中何度も塗った金柑。何度も幾度も塗ったかゆくて、こことかもう何度も塗ったね。何度もこうやって瓶だけど絞り出すようにしてくれるって。こういうのも山切り開いてるんですもんね、多分。そうだね。これなんだろうこれ。コーヒーだよ。カフェ。ああ、コーヒーか。ああ。見てください、後ろ側がいっぱい切って、でその代わりにもう木じゃなくてコーヒーが生産してるんです。メスティソは 100% インディアンじゃない人で稼ぎできてる。それをこの土地を借りてコーヒー作った。木が切り倒されてないところに行くともう向こうの村ですか？そうですね、もう切ってないところとかコーヒーもないところも彼らの土地。ここで昼食。歩くからもっと力が出るようにね。すごい。山頂でカレー最高。芋も入るんだ。しかし急のスコール、急なので雨びじょびじょになったら食っちゃわないと。なんだこれ。ダックカバーでカレー山持ってます。やんだら食うぜ。結構雨が降ったりやんだりですけど、熱帯ですから。一歩一歩来てるよ。要するに一歩一歩先住民に近づいていくから。来てますね。絶対乗り物じゃ入ってこれねえもんな。今日はここで一旦キャンプを張って明日早くから登り始めよう。目の前の山を越えるんだ。そうだ。この山はあと何個越えればいいですか？1つ2つ3つ4つぐらい。今日疲れただろう。いいものあげよう。これは元気が出るぞ。ブルーベリー？違うべ、どう見ても。こいつはアリだよ。アリ？ずいぶん丸々してんな。この辺りではウィッグって呼ばれている美味しいアリなんだ。油で揚げて塩を振ってある。こいつを食べると元気が出るぞ。いただきます。あ、香ばしくてうまいかも。めっちゃ詰まってますもん。あ、本当だ。でね、変な臭みそんなねえな。いや、意外とうまいよこれ。ビールのつまみになる。全然。今我々がいるのは山の頂上だが、ここから降りて先に進むとコーヒー畑もバナナ畑もなくなる。ここから先は外国人は入れない、先住民だけが住む場所だ。この先には入れない、見えない国境があるんだ。もし許可なしに踏み入れば彼らは攻撃するだろう。明日からはいよいよ本格的なジャングルの道のりになるぞ。12月25日、8日目。降りたらもう森に入るんです。コーヒー畑とか何もないです。もう自然なジャングル、正面見てる山なんですが、はい、それも森でございます。この部族だけ、はい、の山ですから、ここちょっと補強なんです。ここからもう森見てください、本当の森で、ここ後ろ見てください、コーヒー、最後のコーヒー、ジャングルに入ります。うわ、一気に変わった感じがすんな。歩き始めて1時間45分、ここで軽めの朝食。おいしいぞ、食べてごらん。ワスン、ワスン、ワスン、でもスペイン語ではチョンタ、チョンタ。いただきます、いただきます。うわ、何これ、うまっ、ほんのり甘いな。甘いですね、うん、でもえぐみが全然ない。うわ、でもサクサクして甘い。アスパラとタケノコを足して割るにしてないですね。これにドレッシングかけたら普通にうめえサラダだよね。うまいですね、うまい、うん、さっきの皮ですよね、これ全部フル活用するんですね、本当に。山を歩くときに髪の毛が邪魔になるから、こうして使うんだ。うわ、うわ、うわ、おお、そう、はい、これちょっと、うわ、すげえ、水だ、水だ、早く早く早く。あ、木の味がする、甘い。なにこれ、森の水だ。ちょっと甘みがあるもんな。甘いですね、木の味がするっていうか。木の水道だな。これ水はもう綺麗なんですか。木から出てくるミネラルウォーターだ。天然の水で体にもいいぞ。すげえとこ登ってんな。本当にいんのかな。あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、なにこれ、なにこれ。ここなんか作ったらさ、ね、彼が関東でね、多分狩りの時かなんかで、そうそうそう、村から出てこういうところでちょっと村まで戻らないで体験するところですね。へえ、狩りとかそこみたい、そう、狩りでして、ここ物置いてたり、まだどっか入っていく、でここに持ってくると。で運ぶんですね。そうですね。これも木で全部、すべてこの山の中にあるもので、なあ、もうつるでそれを長く切って使う。丈夫ですね。すごい丈夫です。あ、取れた取れちゃったうわ、なんだこれ、家じゃないですか。本当だ、すげえ。うわ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 、あ、しかも料理した後ありますよ、これ。すごいな、これ。この葉っぱと完全に同じ感じに見えるので、蝶を食べる鳥とかから遠くに見た時に一切見分けがつかなくてバレないようになってます。完全にアマゾンで生き抜く知恵ですね。擬態して、分かんないですね、これは。あの頭後ろ、ここすごい、ここが、こっちがどうでしょうちょっと見えて、こっちが葉っぱで、こっちが蝶だよ。オハマリコさん、すごいね。蝶だよ、いや葉っぱだ。ああ、蝶だったのか。あるけどあるけど景色は変わらずと、その時。誰ですか。あれがディレクターだよ。どうしたんですか。膝を痛めちゃいました。膝痛めた。ずっと、まあ、道中蓄積した感じですね。蓄積してますか。爆発したんですか、今。はい、大丈夫ですか。これからまだ道中長いと思うんですけど、ここから一人で帰るのと足痛いの我慢して行くの、どっちがいいんですか。行かしてくださいボロボロだよ、やばいな大丈夫ですか。しかしいつになったらつくんかな、これ。これなんですか。それは鉄砲の弾だ。鉄砲の弾。うわ、怖い。やばいですよ、こんなとこまで来て鉄砲の弾あります。これ。さらに1時間。全然つかない。全然つかない。道合ってる。しかし誰も行ったことがないので、多分合ってるよ。多いんだべや。何の力なんだおい。あの死んだよの顔見ろお前。肩斜めになってお前。大丈夫ですか。顔いってるぞ。大丈夫。あれダメだったらちょっと溶け始めてるぞ。無理しないでくださいね。道のりはさらに厳しくなり、本当にいよいよ心配になってきました。ついにあのスタッフは倒れ込んでしまった。なのでアルさんに申し訳ないですけど、ちょっと付き合ってもらって、皆さんちょっと先ついてもらったらと思うんですよね。これ寝てしまったら大きいだね。そう。みんなで待ってもらってるの申し訳ないので、ちょっと行ってもらって。しばらく休憩を取ったが、その後も体は動かず、木の枝で作った担架で担がれ、あえなく下山。スタッフ1名ここで無念のリタイア。やばいっすね。やばい、もうめちゃくちゃだ。もう何が何だか分かんなくなってきた、うん、獣道をただひたすら歩くも目的地には着かず、日も傾いてきた。随分何時間、今日はもう8時間9時間歩ってるんですけど、にしてもつかなかったんだよ今日。つかなかった、悔しいな。信じらんねえ。だって今日はさすがにつくと思った。どこなのか分かんないですもん。今日3日目で歩き始めるんですよね。4日目、これ万が一あったら怖いけど、まあ明日はなんとかつかないと。これ今日もまた村にはつかなかった。銃での襲撃に長時間の移動と、スタッフもみんな疲れている。ちなみに正直なことを言うと、思ったより景色的にはアマゾンのジャングル感はない。日本の森の奥にいるような感じさえする。ただ雰囲気が独特。どこかに何か潜んでいるのか、それとも僕の錯覚なのか。答えは必ずこの後出るはずだ。おやすみなさい。ここから先は先住民の縄張りに潜入。そして森がジャングル感を出してくる。